本日はですね、東温市の夕日スポットと言われているこちらにやってまいりました。はい、そしてこの夕日スポットで熱談をね、開始しようと思うんですけども、はい、ゲストをお呼びしたいと思います。今日の熱談パートナーはこちらの方です。どうぞ。どうもどうもこちらですね、B-Boy タカ、タカさんからの紹介で、はい、次の熱談3人目のパートナー B-Boy ウルフでございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ガチガチすぎるちょっとね、緊張してるみたいなんで、ちょっと本日のウェルカムドリンクをちょっと紹介しながら、はい、ゆるく始めたいと思います。はい、はい、じゃあ本日のはい、ウェルカムドリンクはいただきます。はい、愛媛県民といえばこれポンジュースです。はい、ポンジュース。はい、ゆるく飲みますか。はい、いただきます。はい、どうぞもう聞こえてるかもしれないですけど、もうここめっちゃ山なんですよなんで風の音とか鳥の声とか、ちょっと近くにニワトリがいるんでニワトリの声がねむっちゃ入ると思うんですけど、ちょっとご了承いただけたらと思います。じゃあよかったら自己紹介の方ちょっとお願いしてもいいですか。はい、スラマシアンナマサヤユウヤ、インドネシア語で、こんにちは、私はユウヤと申します。すげえですけど、すげえあゆさんと同じチームでブレイクダンスやらせてもらってまして、まあ、ダンサーネームウルフって言いまして、本当の名前ユウヤって言います。ユウヤくんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、趣味とかはですね、まあ、もちろんブレイクダンスも好きなんですけど、それ以外で言うと映画を見たりアニメを見たりというそのインドアな趣味とかまあそのカメラを持ってその外出したり体を動かしたりとアクティブにも動いたりしてて、まあ、割と趣味でやらせていただいてます。チャンネル登録よろしく。最初の質問にちょっと移っていきたいんですけども、はい、彼はですね、まあ、ダンスの中でもブレイクダンスっていうのの、そのステッピンと呼ばれるですね、片手とか両手で飛んだり肘で飛んだりとか、まあこうね、こういう動きをしたりするのが得意なんです。高評価が7個以上こうつかなければアップロードしないというちょっと厳しい、そう厳しい縛りをですね、自分でちょっと設けてしまいました。というわけで、先ほど動画どうだったでしょうか。ちょっといいなと思った人はですね、ぜひ今高評価グッドボタンをちょっと押していただいてもよろしいですか。 Don't forget to like the video。 ステッピンっていう動きだったりとか、そのなんかさっきの動画ではこうパワームーブっていうのもやってたんやけど、なんかそこに対してさ、その魅力とか、はい、その今後の展望だったりっていうのをちょっと語ってもらえたらなと思うんですけども、まあ、ブレイクダンスって言ってもその本当にいろんな動きがありまして、まあ、中でもその逆立ちですね、僕が一番好きな動きはその逆立ちなんですけど、もう本当に、まあ、ダンス始めたのがもう10年前ぐらいになるんですけど、うん、もうそこからもう本当に逆立ちが好きでもうひたすらもうダンスというよりかはもう逆立ちばっかりやってきたみたいな感じなんですよ。もう青春のすべてをもう逆立ちに注げてきたい。やばいな。昔少年チャンプル、スーパーチャンプルっていう番組が深夜にありまして、うん、あったね、ダンスをね、はいはい、うんうんうん、でそれをその兄がよく録画してて、まあ、それを僕が見てた感じなんですけど、その中でその、まあ、パワームーブであったりその逆立ちの動きであったりとか、その動きを見てもう、あ、もうこれだなと、これやってみたいなってすごく思いましてでもそこからもう、まあ、何から始めたらいいかもわからないまま、もうとにかくもう逆立ちをやってたみたいな感じなんですけどとにかくその、まあ、好きでやることが一番だと思うんですけど、まあ、今ダンスやってる、まあ、子供たちもその、まあ、とにかく嫌いなことをまあやる必要はもう自分はないと思ってるんで、まあ、僕で言ったらその、まあ、苦手なフットワークとかまあそれも本当人によると思うんですけど、僕個人の考えとしてもう本当に好きを突き詰めたらいいと思ってるっていう考えなので、なるほど、はい、とにかくもう自己満足でもう極めていけたらいいなと思ってます。自分は今教育というちょっと人にねお勉強を教える仕事をしてるんですが、はいはい、そこでですねよく出る疑問があるんですよ。算数とか数学は嫌いです。好きな教科は特にありません。でも勉強しなければなりません。先生どうしたらいいですかみたいな。だからさっきのはさ、好きなものに出会ってたらもう嫌いなものはやらなくていいよみたいなところがあるんだけど、学生さんのこう性分としてね、
嫌いなこともやらなきゃいけないというこうシチュエーションあるわけなんです。まあ別に大人でもあるよ、あるんだよ、うん、あるんだけど、そういうね嫌いなことに対してこう向き合わなきゃいけないってなった時に、じゃあゆうややったらこうなんてメッセージを伝えてあげようかね。そうですね、うん、まあ嫌いなこと、もちろんあのダンス以外の部分でも嫌いなことは、まあ、あのやらなくていいっていうわけではないので、ここで引くわけには、僕もその勉強のこととか嫌いなことも、まあ、もちろんやってきたので、まあ、もう やらなければならないときはもうやるしかないです。覚悟を決めましょう。クリエイティブっていう言葉からこう思い浮かばれるようなこう魅力みたいなのが何かあればこうお伝えいただきたいと思うんですけども。そうですね、はい、まあ自分は趣味でいろいろやってまして、そのパソコンで CG をいじったりそのカメラを撮ったりとか、まあ、自分の中であの、うん、何か形にしたいっていう一つの夢がありまして、自分でゼロから生み出すことっていうのをとにかくやってみたくて、まあ、今さまざまなことに挑戦してるんですけど、まあ、最終的にはまあそれがつながったらいいなと思ってるんですけど、クレイアニメって言ってその粘土をその自分で一コマ一コマ動かして、それをカメラで一コマ一コマ撮ってそれをつなげていくっていうやつなんですけど、はいはいはい、あるよね、あのプチプチアニメのニャッキみたいなやつ、あね、ああいうああいうやつだね、こういう、はいはいはい、こういうのあれを作ってると、まあ本当に趣味ですすごいな、わかるかな。昔からその、まあ、ウォレスとグルミットっていうあの映画とかがあって、おお、まあ、そういうもともと好きだったんですけど、うんうんうん、まあ、実際になんかそういうのしてみたいなって思ったのはもうここ数年の話で、あーなるほどね、まあ、やっと、まあ、最近本格的にやり始めたかなっていう感じですね、うん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 、まあ、インドアの趣味の一つとしてどんな映画好きなんですけど、ゆうやが思う熱い人タイプも似てる